どうも、田原元就です。この動画ではジャパンカップ、こちらの方の予想と、ウィンハイム対象レースのレースから A 評価ばやっていきたいと思っております。明日いよいよジャパンカップということで、もうリバティアイランド対イクイノックス、この2強というね、そんなムードとなっております。この予想が何か参考になっていただければ、そう考えておりますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、では早速予想に参りましょう。今年のジャパンカップなんですけれども、本命は、リバティアイランドにいたしました。まあ、本命に関してはでも2強のどっちか、これはもう正直揺るぎがないというね、そんな状況ではあったんですが、僕はこのリバティアイランドを抜擢いたしました。まあ、理由に関して言いますとね、まあ、一つ一番大きいところで言うと筋量があります。こちら今回筋量が54キロということで、イクイノックスが58キロ、まあ、言ったら4キロ差があるわけなんですけどね、これ結構僕はでかいというふうに感じております。まあ、このケースでよく言われているのが2012年ですかね、こちらの方なんですけれども、ジェンティルドンナー勝ちまして、3歳牝馬ジェンティルドンナー勝って、当時コバの最強クラスだったオルフェーブル。このマッチレースをジェンティルドンナー勝ったわけなんですけれども、おそらくあれもね、そういった筋量差がなければ逆転していたというふうに僕は感じます。で、特にこのジャパンカップにおける3歳牝馬なんですけれども、アーモンドアイですとか、それこそ構想歴で言うとデアリングタクトとか、あとカレンブーケドルとか、そういったものもおりましたので、やっぱ3歳牝馬はこの舞台、この時期のこの舞台を使われるアドバンテージ、これはね、かなり僕はでかいと思うんですね。あと今回に関して言うとレース感覚ですね、こちらの方にも僕は注目いたしました。今回のレース感覚なんですけれども、阪神ジュベナイルフリーズ、そしてオークス。この2つの全く同じようなレース感覚での参戦となります。やっぱイクイノックス、これのちょうどお話もするわけなんですけれども、こちらの方がですね、この馬自身で言うと、すごく感覚の詰まったローテーションを初めて体験するということで、そこに唯一の歪みというか、そこを見受けられましたので、今回リバティアイランドを上に取ったという、そんな次第でございます。ただ一点、オークスについて触れないわけにはいきません。この舞台のオークスを圧勝したわけなんですけれども、当時のですね、後半のラスト1000メーター、このラップかなり異常でして、まあ、数字で言うと12秒0、12秒0、12秒0、そしてラスト2ハロンに関して言うと11秒6、11秒5。当時、先通が60秒ぐらいでしたので、まあ、3歳牝馬としてはかなり淀みない流れになりまして、やっぱそうなると先行馬は当然苦しい競馬になります。ただ、この馬に関して言うと、直線域というわけでもなくて、どっち6番手とか、それぐらいの位置から上がり3波の最速、しかも加速ラップ。ちょっと次元が違うんだろうなという、そんな状況には僕は見受けられました。で、この馬3冠、当然ね、3冠を達成したわけなんですけれども、1600m は明らかに短いです。例えばこの馬は小馬になって1600m のビクトリアマイルとか、ひょっとしたら最速来ねえんじゃないかみたいな、そんな不安もよぎってしまうわけでして、それこそ前走の中華賞、こちら小回りコースをまあ完勝だったわけなんですけれども、例えば有馬記念とか宝塚記念、ひょっとしたらもっと小回りのね、適性高い馬に負けるんじゃないかという、そんなところも僕は見受けられております。ただ、今回の 2400m 東京、あの条件であの競馬されちゃったら、どんなボバでも勝てないと、僕はそのように判断をいたしました。それこそジェンティルドンナがね、3歳の時オークス勝ったんですが、当時も加速ラップではないにせよ、結構減速することもなく走り切った。そしてその結果がジャパンカップにつながった。であればね、そこから11年越しでこの馬も同じように3歳牝馬の体感があってもおかしくない。僕はそのように判断をいたしました。今回のジャパンカップ、本命はリバティアイランドにいたします。で、相手本戦にはイクイノックスなんですけれども、これはもう無理です。これ以下に下げることは当然できません。というか、リバティアイランドがいなかったら当然本命になっているという、そんな一頭です。このまま前走なんですけれども、このまま前走天皇賞秋に関して言うと、もうレコード勝ちだったわけなんですが、もう途中3番手ぐらいを全く余裕で追走いたしまして、もう直線もね、もう前が進路空いたらそれは勝つよね、みたいな、そんなような、楽勝の競馬でした。で、当時2、3着馬が道中後方ということで、まあ、どれだけ前がきつかったか、その前がきつかった流れでレコード勝ちをしてしまった。もう強いなというその一言に尽きると思います。まあ、週中のデータ分析でもね、そこまで評価を下げるようなことが全くないという、そんな一頭だったわけなんですけれど、まあ、唯一のね、先ほどもこれ言ったんですけれども、不安があるとしたらレース感覚が、この馬基準で言うとちょっと詰まりすぎているという、そんなところがあります。まだ馬体が完成されるね、そんな前の話ではあるんですけれども、2歳の時にトースポ杯勝って、年明けの皐月賞がぶっつけだったという、そんなような馬でもありますので、数少ない、というかこれ以外に決定はないわけなんですけれども、そこに関して言うとね、まあ、リバティアイランドに先着されてしまう可能性、そこを見出したということで、今回このような評価となりました。で、その後がタイトルホルダーですね。こちらの馬なんですけれども、週中の方ではちょっと前走オールカマー組ということで評価を下げた一頭なんですが、ただ、今回枠順がすごくいいというところで評価を上げたという、そんな次第でございます。
このまま馬番6番以内の成績が520111の馬券圏外がですね、2走前の天皇賞春競争中止ということで、まあ、ほぼパーフェクトみたいな、そんなような成績を残しておりました。まあ、そうですね、今回東京に関して言うと切れ負けはすると思います。そこはもう致し方ないところではあるんですけれども、この中間に関して言うとね、春が結構この立東美穂の販路の方がちょっと改修工事がありまして使えないという状況にあったわけなんですけれども、前走のオールカマー、これがもろにその煽りを食ってしまいまして、こうなんていうんですかね、全く販路調教を使えていないという、しかも単走オンリーの調教でしたので、まあ、当時、マイペースではいけたんですが、姉妹の粘りを欠いてしまった、そんな印象が伺えます。ただ、今回に関して言うとね、新しくなった販路をガンガンに使ってという、そんな調整過程を踏んでおりまして、まあ、先ほど申し上げました馬番のそんなりもありますので、その2点がね、うまく重なって、あともう1点、パンサーラッサが出走してくれるという、そこに関しては僕かなりプラスだと考えておりまして、このまま宝塚記念なんかを番手からこのまま勝っていたんですけれども、当時がパンサーラッサが大逃げをして、その後の番手を追走して、このまま勝ち切ったという一戦でした。やっぱそういった短期逃げだとどうしてもね、スロー逃げになってしまう傾向にありますので、実質短期の2番手で、そこから3番手以下を3、4橋は離さなきゃきついと思うんですけれども、そこの位置で競馬することができれば、ひょっとしたらというね、そんな期待も込めつつのこのような評価となりました。その後がドーデュースではあるんですけれども、これは正直3着勝つっていうのはなかなか想像しにくいのかなという、そんな一頭ですかね。まあ、前走この馬に関して言うと、イクイノックスをマークして、結果潰されてしまったという形なんですけれども、となると今回、もう後ろから行くという競馬を僕はすると思います。ハマってくれたらラッキーなんですけれども、それってね、言い換えると、やっぱイクイノックスには分が悪いということで、このジャパンカップが持つ賞金の魅力、まあ、5着以内でも相当数の賞金が入りますので、そこを取るためには後ろから行って、前が潰れた方向を拾っていって着順を上げていくという、僕今回その戦法を取るのかなというところですかね。で、そうなった場合に、マッチレースだったりですが、そういった展開にはなると思うんですけれども、3着とか、そういったゾーンに該当する可能性が高いというね、そんなところでの一頭として捉えてください。それに関しては、ベラーズールだったりですとか、スターズオンワースも全く同じという見解です。はい、続いてはウィンファイブ対象レースの S から評価馬ですね、こちらの方をやっていきたいと思っております。まずは東京の10レースなんですけれども、こちらの4頭が該当をいたしました。この中だとコスタノバですね、こちらの馬に僕は注目をしております。この馬ダートに変わってから3戦全て連帯を果たしておりまして、前走もね、負けはしたんですけれども連帯を果たしたという、そんな一頭でございます。おそらく今回も逃げるという競馬にはなると思うんですけれども、2走前がですね、この舞台で逃げて1分35秒1ということで、優秀な走破時計がありましたので、今回はマイペースでいければね、普通に残るというふうに僕は判断をいたしました。はい、続いては京都の10レースです。こちらの4頭なんですけれども、この中だと、湘南アレクサですね。僕はこの馬に注目をいたしました。この馬なんですけれども、昇級してからも全く大崩れがないという馬でして、2走前が2着、そして前走3着と、特に前走この舞台だったんですけれども、ちょっとメンバーレベルが高すぎたかなという、そんな印象を受けました。当時、勝った馬が3歳牝馬だったわけなんですが、2着のモズゴールドバレル。こちらの方がその次走に3勝クラスを勝ち上がったという、そんなレースレベルでもありましたので、まあ、今回普通に走ればね、こちらのやっぱ馬券圏外はなかなか考えにくいかなという、そんな1頭です。はい、続いては東京の11レースですね。こちらの4頭なんですけれども、こんな方と3歳馬のロードレルレイですね。こちらの馬に僕は注目をしております。まあ、この馬デビューから無傷の3連勝で前走神戸新聞杯、こちらでね、菊花賞の権利を取りたいという、そんな一戦だったと思うんですけれども、惜しくも4着という、そんな結果でした。まあ、そこから当然自己条件に向かうわけなんですけれども、前走の走破時計がね、芝の 1400m かなり優秀ということで、今この東京で想定される高速馬場、こちらへの適性も申し分ないと考えております。で、今回は中内野球者がね、もちろんメイン、リバティアイランドを出走させるわけなんですけれども、そのタイミングでカーデユーガジョッケイのスイッチということで、まあ、やっぱ勝負気配としてはね、当然高いものがあるというふうに僕は思っております。戦争だったり、2走前ぐらいだったりですとか、なんなら新馬戦馬ね、東京で圧勝という馬でもありますので、まあ、普通に走ればこの馬自身全然能力申し分ありませんので、このクラスこれをここ勝って昇級戦に向かってくれることを、それを期待しております。はい、次では京都の11レースですね。こちらの4頭なんですけれども、こちらも3歳馬の帝王リカード、僕はこの馬に注目をしております。この馬の前走ちょっとバカ強かったですね。なんか、休み明けの一戦だったんですけれども、3勝クラス、こちらを逃げて圧勝という競馬でした。
もう手応えが全く違いすぎましたし、もう最後全然流すとかね、そんな感じだったとは思うんですけれども、アガリさんからの最速への、勝利ということで、まあ、この3歳世代がですね、ダートが特に、強いという特徴がありまして、それこそ世界に出たような馬もいるというそんな状況でございます。で、この馬自身も前走優秀な走破時計でありましたし、まあ、そこからレース感覚をね、ある程度取っているので、2走ボケとかね、そういった心配も僕はないと判断をいたしました。昇級戦のコバ相手ではあるんですけれども、筋量54キロ。この条件だったらね、サイドの逃げ切り勝ちが濃厚と僕は判断をしております。はい、続いては東京の12レースですね。こちらジャパンカップ、先ほどのね、予想の通りではあるんですけれども、まあ、このレースに関して言うと、今回はリバティアイランド上位取ったそんな次第でございます。で、まあ、イクイノックスは仕方ないというところなんですけれども、タイトルホルダーまで頭あるかなというそこですかね。まあ、よっぽどのことがない限り、やっぱ2強対決が濃厚と僕は判断をしておりまして、まあ、ここに載ってある、タイトルホルダーはドーデュース。これやっぱね、なかなか勝ち切るというゾーンは想定はしにくいわけなんですけれども、まあ、僕が普段やってるウィン5のこの予想というところの性質上、やっぱこの4頭というね、そんな形となったことをご了承ください。はい、以上でジャパンカップの予想とウィンハイム対象レースの椅子から栄養カバー、こちらの方は終了となります。明日に関してはね、京都の12レースの方でも重賞京阪杯が開催されるんですけれども、こちらの方はツイッター、X ですね、こちらの方で S から栄養カバー、こちらをちょっとツイートしたいと思っておりますので、そのフォローなどもよろしくお願いいたします。そしてこの動画が何か参考になったら、ぜひねチャンネル登録などもよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。